こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山本製粉カップ刻み揚げ入りうどんになります。はい、このチャンネル山本製粉さん3商品目ということで、もう前の2商品でコスパが素晴らしいというのも分かってますので、この商品もお値段はお安めではあるものの、そこそこの期待値で入ろうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今回もいただきます。コスパ抜群の山本製粉さん。今回はうどんでございます。山本製粉カップ刻み揚げ入りうどんです。はい、それでは、まずは少し。おー、みりんというか、お出汁かな？みりんかな？なんかそんな感じの匂いがします。はい。平打ちっぽくて平たいのにもっちりしてるんですよね。独特。こういう平たいうどんって一回パツって噛むともうすぐ噛み終わっちゃうのが多いんですけど、噛んだ時に一回むーってむーって抵抗されるんですよ。ではおつゆいってみます。あ、薄めかと思ったらそうでもないですね。標準的ですね。でもこう、なんて言うんだろう、東日本のおつゆってこう刺さってくるような醤油の強みとかがあるんですけど、それはやっぱないですね。丸いですね。ある程度濃いですけど丸いです。ここがまん丸してる感じ。はい、ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。かな商品のポイント。はい。まずは、ふんわりお揚げと、カツオ、サバ、昆布の極み出汁のうどんが登場。ということで、おしゃべりしながらいただきます。そうですか。カツオとサバと昆布ですか？はい、わかりました。この甘みは昆布か。なるほど。それでは、ちょっとうどんをしっかり噛んでみたい。じっくり噛むとどうでしょうね。うん。溶けていきます。甘みは出ないですけどね、溶けていきます。ほろほろとこう面線に沿ってほぐれていくではなくて、全体的にブワーッと拡散して溶けていく感じですね。あー、でも甘い。後に残る甘みが。油揚げ麺、小麦粉各国内製造、でんぷん、植物油脂、植物性タンパク、食塩以上。はい、ということでシンプルです。うん、はい、それではスープをいただいてみます。お魚の節、確かにありまして、昆布の方が強いかもしれないですね。割と味付けは強めです。粉末醤油とか入ってんじゃないかな。スープ、食塩、糖類、かっこ砂糖、ぶどう糖、粉末醤油、あ、粉末醤油ありましたね。かつお節粉末、なんだ、字がちっちゃい。字がちっちゃくて読めない。なんとか、かつお、なんとか。かつお、なんとか、なんとか。字がちっちゃくて読めない。サバなんとか、ムロアジなんとか、昆布粉末だそうでございます。字がちっちゃくて読めないのがいっぱいありましたけど、なかなかこれもいいですよ。うん。後で言いますけど、お値段考えたら、もう常備しといて全然損はないです。あ、そうだ、一つ忘れてました。ミートフリーです、例によって。
山本製粉さんの商品っていうのはカップですとメインのポンポコラーメンカップがミートフリーじゃないんですけれども、それ以外の商品っていうのは全部ミートフリーです。お肉、卵、ミルクを使ってない。はい、それでこの味が出るのが素晴らしい。はい、それではこの商品の概要についてはいつもの通りで動画の説明欄に書いておきますけれども、その中で気になったところをトークで補足させていただきます。まず製造なんですけれども、山本製粉さん、開業来100年を超えた愛知県の老舗のメーカーさんです。自社商品だけじゃなくて、いろんな販路から山本製粉さんが製造した商品というのは販売されている。数年前のお話ですけれども、これも愛知県のね、スーちゃんで有名なあの企業さん。今はノンフライを関東工場でいっぱい作ってるあの企業さん。あの企業さんも山本製粉さんで製造した商品を販売していた実績があります。はい。で、合わせてブランドも山本製粉さんということで管理をさせていただきます。真心のある商品を提供し、人々に笑顔をということを社是とされているんですかね。山本製粉さんの商品、この動画で3本目ですけれども、言ってない商品もいずれ一つずついただいて動画にしたいと思います。種類はうどんです。初めて山本製粉さんのうどんいただきましたけど、このうどんの噛んだ時の食感ね、素晴らしいと思います。麺が平らで薄いのに、むにゃって食感があるっていう、これ素晴らしいですね。はい。価格がびっくり、多分138円ぐらいですね。これ公式の通信販売で、ケースで扱ってるんですけれども、そのケースの値段をもとに、1個あたりのお値段を算出すると、137.16666 ぐらいになる。なので、約138円ということで、約38円とさせていただいております。麺種別は油揚げ麺。内容量は 79g、麺 65g。エネルギーは 345kcal。三大栄養素及び食塩相当量を確認してみますと、食塩相当量がちょっと高めかなという気がしますね。はい。食塩に気をつけてらっしゃる方、スープを残すなり、この時だけ割り切るなり、何かしらの準備をしていただければと思います。はい。ということで、この商品の概要でございました。いやー、うまい。ここにね、舌の上に残るんですよ。魚が。独特のビヨーンっていうちょっと鋭い脂分といいますかね。その感じが残る。後味として。具材、これ、お揚げですね。刻み揚げ。結構いっぱい入ってました。おつゆは吸ってる。そんなに分厚いとかね、中が詰まってるっていう感じじゃないです。結構スカスカですけれども。138円だもん。ね。あとはネギぐらいなんで割愛しますけれども、このお揚げが結構入ってます。うまい。これを138円で出されたら、大手のメーカーさんたまったもんじゃないですね。これどうなんと、あんまり僕の身近で見かけないんですけど、営業力とかなのかな？それとも輸送の関係とかなんですかね？ちょっとわかんないですけど、この値段でこの品質だったら買いたいですよ、正直。常用したいです。どっちかっていうと、他のメーカーさんのうどんに比べると、麺は柔らかめではありますね。ただね、それもね、最初の噛んだ時の、ムッっていう抵抗力と、あとお値段考えたらもう全然気にならないです。おつゆも西日本っていうことで、まあまあ薄めを考えてたんですけれども、これだけちょっと濃いめだと、これ残ったところにご飯入れておじやも可能じゃないかなと思います。そのくらいの味はありそうですね。ご飯といい感じに一体感が出る程度の味の濃さじゃないかなと思います。素晴らしいっすね、山本製粉さん。なかなかね、この近所で売ってないんで、これ以上商品を買うとしたら、通販で売ってる先を探して、なんだったらケースで買わなきゃいけないんですけど、ケースで買っても後悔しないっすね。これ多分どんどん食べちゃいます。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。いや、美味しい。なんとか買う方法を探します。なんとか買う方法を探して、今後も山本製粉さんの商品とお付き合いできればと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。リスペクトタイムです。今回は山本製粉カップ刻み揚げ入りうどんをいただきました。いやー、びっくり。138円でもうこれなら何にも文句ないです。カップの標準的なお値段が236円だとするじゃないですか。はぁって感じです本当にどこでそんなに費用かかってんすかみたいな
138円でこんだけ美味しいものができるのに236円ってどこでそんなにお金かかってるんですかみたいな、そんな感じです。そういう商品をディスるつもりは元ないですけど、おかしいなって138円でこんなに美味しいうどんができるのにおかしいなって単純に思います、はい、確かに具材とかはね、刻み揚げがまあまあ入ってましたよ、まあまあ入ってましたけど、それとおネギとねという限られた具材でしたけれども、もうそれ十分や、本当に、うん、十分です。うどんの食感は先ほどお話しした通りで割と平らなんですけど、歯がふっと入ると中でマニュってなるんですね。で、おつゆの方は飲むと最初昆布が強いんですけど、それがずっと飲んだ後に口の中に残るのは魚です。この舌の上にビヨンっていうこういう魚の脂独特の感じが残るんです。これは結構強いんですけど、量もねまあまあありますしね、うん、本当に満足満足、はい、ということで大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。